イスラエル空軍第192飛行隊は、イスラエル航空宇宙軍で E-2C ホークアイを運用していた飛行隊である。装備していた E-2C の愛称をそのまま取って、ホークアイスコードロン、あるいはダヤスコードロンとも呼ばれていた。第192飛行隊は、1978年にイスラエル空軍に導入された。 E-2C ホークアイソー機警戒機を運用するため、ハチエリム空軍基地で編成された飛行隊である。イスラエル空軍は、K4 機の E-2C を導入しており、そのすべてが、第192飛行隊に集中配備されている。1982年のガリラヤの平和作戦、及びその他の紛争時、あるいは日常的に空中警戒活動に従事していた。 イスラエル空軍の E-2C は独自回収によりコクピット上部に空中給油プローブを追加装備した機体も存在した。1996年頃にはイスラエル空軍の E-2C は段階的に退役を始め第192飛行隊もこの頃には解散したと伝えられている。しかしながら1998年にハテリム空軍基地で行われたイベントでは 飛行可能な状態の E-2C が地上展示されていた。2002年頃にイスラエル空軍の装備する4機の E-2C のうち3機はメキシコに売却され、1機は現在もハツリム空軍基地に隣接するイスラエル空軍博物館に展示されている。イスラエル空軍ではその後ガルフストリーム G550 ナフションをベースに 早期警戒完成機使用に改修した G550、チナフション、a タムを E-2C の後継機種として導入し、第122飛行隊に配備して運用している。ありがとうございます。